はい、ということでね、久々のトモコレですけども、成長ですね。成長きましたね。あ、まずね、ヒロシとビアンカの子供から。だいぶ、ヒロンカだいぶちょっと行っちゃったな。鼻、成長したな。いや、ちょっとどうしようかな。旅に出そうか、一人暮らしさせようか迷うんだけど、ちょっとマンション最近多くなっちゃったから、間引きで、旅に出すか。間引くわ。うん。旅に出れないんだけどね。ハトバホームレスだから。そうですよね。それがいいと思っています。いや、誰、よくない、よくない、よくない。あそこ、地獄だからね。お前、この島のゴミ処理場みたいな感じだぞ、お前。次だよ。次なんですよ。気になるのはこっち。しんのすけとミサイの子供、超イケメンだったから、どうなるか。さあ、どうなるか。嘘だろ、風間。風間。ちょっと待って、風間くんだいぶ変わっちゃってんじゃん。ちょ、名字もちょっと変えとくか。一応、まあ、野原一家に取り込むから、野原徹にしとこう。じゃ、野原徹。うん。誕生日とかじゃ適当でいいわ。ちょっと待って、風間くんこの頃めちゃくちゃ可愛かったのよ。めちゃくちゃ可愛かったんだけど、どっから顔でかくなったんだろう。これ。ここまでまだイケメンだな。いや、ここまで保ってたんだな。普通に全然イケメンじゃね？普通顔はいいんだよな。ここだ。ここだ。毎回ここで急激に変わるんだもんな。ピクニックになんかあんのかな？もしかしたら。ちょっと待って、風間くんの顔変えよう。いや、またハードついてるわ。誰？誰だ？え、ちゃんぽぽ？ちゃんぽぽって今誰かと付き合ってなかったっけ？結婚か？ちょ、風間ちょっとまず見に行こう。風間いるな。ちょ、風間くんを、本当の風間くん仕様にするわ。ちょっとここで風間くんっぽい顔にしてみるわ。今これだからね。ちょっと今は風間くんとはちょっと程遠いわ。さあ、こんな感じにしました。まあ、髪型がね、さすがにちょっと原作と似せたようなのはできないから、まあまあまあ、ちょっと風間くんっぽいような髪型してみたわ。で、これちょっと毛染めスプレーあげて、風間くんちょっと青っぽいような、紺っぽいような髪の色してるから、ちょっとそれにしてみよう。風間くん仕様に。この色かな？この色っぽいな。ちょっとやってみるわ。さあ、風間くんになるのか？果たして。いや、この色だと思うんだよな。風間くんから。どうだ？ああ、でも風間くんっぽいよ。だいぶ風間くんっぽいかもしれん。これ。いいじゃん。風間くんじゃん、これ。じゃ、服もちょっと風間くん仕様にしてみるか。で、幼稚園のスモック。これ、あげてみよう。これで風間くんだろ。風間じゃん。風間やんけ。完璧風間やんけ、これ。いや、これ誰がどう見ても風間くんだろ。いや、これだいぶ再現性高いんじゃない？で、ちょっとシャンポポの恋愛見てみようか。ねえ、これね。まあ、一番気になってるところであるから。ちゃんぽぽ、え、誰かと、いや、付き合ってるんだ。結婚だよな、これ、多分。そうだ、ピースだ。ピースと付き合ってたわ。結婚か。いや、また夫婦が生まれちゃいますね。頑張りますよ、俺も。ああ、これ頑張りたいよね。これはさすがに。ちょっと俺、最近精度低いから。頑張れ。どうしようかな。駅のホームにしてみよう。今日も楽しかったね。おー、ウッディがウッディしてるよ。髪の毛どうなってんのあれ。ちょっとウッディにしか気がいかないんだけど。なんで全員なんかやべえ帽子かぶ。あー、やばいやばい。来た来た来た。さて、スミソのこと考えんなよ。来い。次か。おー、あ、うわ、くー。コンビニ弁当最近美味しいけど。美味しいね。ちょっと頼むよ。俺なんだよな、多分。長いな。あー、今行けばよかった。あー、あー、やべ、飯のことしか考えてねえ。やべ、ちょっと今日まずい俺。ちょっと今日精度低いかも。よし、よし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 。オッケー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 。そうだね。まずはワンポイント。まずはワンポイント。スミソ、ちゃんぽ次来るか？次か？次か？よし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 、ウッディやめろ、お前。目障り目障り目障り、やめてくれやめてくれやめてくれ、ほんとに。ちょっと俺もマジ緊張してるわ。久々だからな、これな。次か、次来るか。まだだ。ペロペロキャンディーからの、ジャンボボ。来た。
4回だよね、4回だよね。何？ちょっと待って。ラスト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 。気が散るよ、毎回。化け物島の住民は。次来るか？次か？あ、すみそ。やべ、なんで？来たー！やったー！喜んで！ピースアウェドおめでとうございます。いやー嬉しい、無事にできたのも嬉しい、よかった、おめでとう。いやーよかった、おかげさまでプロポーズに成功しました。いや成功成功、よかったよ。何？あ、大人スプレーね。あ、どっちか子供か、まだ子供なの。あ、ちゃんぽも子供まだ。あ、そうなの。大人スプレーも使えば大人になれるのですが、じゃあしょうがね、使ってやろう。あ、もうまだ子供だったのか。それではよろしくお願いします。犯罪じゃね、未成年手出しちゃうでしょ。軽く犯罪なんだよな。うわ、めっちゃ背高くなってる。それでは結婚式も挙げてきます。あー、いいじゃん、よかった。俺来るかな。まあでもやっぱね、エソちゃんも来るんじゃない。やっぱ在任島のメンバー来てくれるでしょ。ピースの結婚式は来るよ。ビアンカとかも来るだろうし、いや、みんな来るって。やっぱここら辺は動物の森メンバー来てほしいな。さあ誰が来るのか、いや気になるよ。あ、俺やっぱいるわ、毎回俺いるわ。アイソちゃん来てないな。でまあ俺来てるから。あ、フランソワも来てる。フランソワだけか、在任島メンバー。あー、でもちゃんと来てくれてる。フランソワ可愛いな。いやでもね、今日は一番チャンポポが美人だわ。今日の MVP チャンポポが一番美人です。どこ行くんだろう。あ、フランスは洒落てんね。でもなんかチャンポポがいい、ここがいいって言ったんだろうな。ピース、そういうのさダメそうじゃん、考えんの。あ、凱旋門ね、いいじゃん。チーズ、あらー、セーヌ川綺麗だね。ピンクの柔道着で行ったの、まあ、確か達人みたいな見た目してるけどな。あ、よかったよかった、二人とも結婚して。あ、楽しかった。いや、でもこの二人の別に結婚生活そんな気になんねえけどな。あ、なにこれ。あ、マルセイユ石鹸、ありがとう。これからも、夫婦ともどもよろしくお願いします。子供どんな感じなんだろうな。でも、ちゃんぽぽの子供ってのは結構美人になりそうな感じするけどな。あ、あ、待って。うわ、出た。チェンジババアとヒロカが。エイジ時期になってるわ。これ交換です。チェンジババアとヒロカ交換です。始まりました、ついに。じゃあヒロカからパーツをいただきましょう。チェンジババア、チェンジ、目だ、目がめっちゃ変わってる。ちょっとやばいだろこの目、めちゃくちゃ釣り目になってる。いや結構美人な目なんだけどね、ビアンカの目だから。お前これちょっと待って、悪徳商人じゃんこんなの。奴隷商だろこんなやつ。ヒロカは、あ、ちょっとバイトに出かけてるわ、ちょっと見に行こう。いらっしゃいませ。目が目がめっちゃなんかすっぴんみたいな目になってるけど、いやこれはこれでヒロカ意外と悪くないかもしれない。ちょっとなんか個性出たよ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。